中国湖北省武漢市から帰国する台湾人247人を乗せたチャーター機は3日深夜台湾桃園国際空港に到着しました搭乗者のうち1人が発熱2人が喉に違和感などの症状があり1人の子供は腹痛を訴えていました検査の結果1人が陽性と判定され 対話における新型肺炎の感染者が11人に増えました子ども以外の3人は陰圧室で隔離され審査を受けている飛行機格納庫荷物など全て国軍の化学兵士によって消毒作業が施されていました症状のない242人は3か所の隔離先に移され 一一人一室で隔離先には安全課広報勤務課と衛生課が駐在している安全課は保安警察が担当している周辺の住民との隔離と人員の安全確保に努めている242人は全員4日午前7時までに手続きを完了していました。 症状が現れた場合は、直ちに病院に運ばれますので、隔離先周辺の住民とは接触しないということです。